温東温泉は青森県黒石の黒い温泉郷にある温泉。泉温は決して低くなくよく温まるので温東というようになった。胃腸病、リュち、マチ、神経痛、共同浴場、鶴の湯を中心にその周囲に温泉各社が立ち並ぶ。温泉宿舎はいずれも明治後期から大正にかけての木造建築であり、ひなびた。 温泉場の風景を構成している。また、各温泉各社は内湯を持たず、客は外湯に入りに行く、という昔ながらの当時場のスタイルを守っている。ただし、すべての宿泊施設が内湯を持たないわけではなく、内湯がある旅館も存在する。温泉街では、毎年7月下旬の土曜の牛の日に近い土曜日、日曜日に、温湯牛祭りが行われる。これは、牛の形をした、 ご身体を温泉の中に入れる行事である。温湯は温湯コケしの発祥地でもある。コケしで有名な温泉地は、他にも尖がった温泉、土湯温泉、鳴子温泉などがある。平家湯は、四百数十年前に、足が折れて、傷を癒している鶴が足原に迷い降り、七日間で回復して飛び去ったという伝説から、鶴泉、または鶴張りと称され、古くから、 当時客で賑わった。共同浴場にその名前が残る。明治時代にあった火事で、歴史資料の多くが消失しており、大会以前の詳細な歴史は、不明な点が多い。共同浴場は2001年11月8日に改装され、同時に開け湯伝説にちなんで、鶴の湯と名付けられた。ありがとうございます。